今回の任務だが、東ルガール州にある我が国の前線補給基地が敵により包囲されつつあるという情報を入手した。どうやら敵は我が軍の裏をついて補給路を断つつもりのようだ。ここが陥落するようなことがあれば、西部方面軍は大幅に前線を後退せざるを得ない。そのことが我が軍にとって多大な損害をもたらすことは明白であり、何としても基地を死守しなくてはならない。司令部の計算によると、我々が基地に最も早く到着できる位置にいることが判明した。そのため救出本隊に先行してこれより補給基地へと向かう。まず基地の守備隊と協力して基地の確保に全力を尽くせ。なお各方面からも救援部隊が向かっているが、我々以外の援軍が到着するのはかなり後になりそうだ。気を引き締めて任務に当たってもらいたい。以上、各人の一層の奮闘を期待する。今回の作戦は味方の増援部隊が到着するまで補給基地を維持することが目的となる。幸い敵の増援部隊も遅れているらしいとの情報が入ってきている。この隙に乗じてまず敵部隊を突破して基地を確保することが先決だろう。その後は現地の守備隊と協力して基地を死守するのだ。基地の命運は我々の手にかかっていると言っても過言ではない。気を引き締めて任務に当たってもらいたい。敵兵力について報告します。補給基地を包囲している敵については詳しいことは不明ですが、ローダーを中心とした構成のようです。数はあまり多くないようなので突破は十分可能と思われます。注意すべき本命はやはり敵増援部隊でしょう。残念ながら敵増援部隊の詳細は分かりません。しかし我が軍の増援部隊も向かっているので絶対に持ちこたえてみせましょう。また補給基地にある物資が使用できるので有効活用したいです。補給を行いつつ戦闘をすれば持久戦の負担がかなり軽減されるはずです。味方の守備部隊の戦力はローダー部隊が中心ですが、ずっと敵の攻撃にさらされていて疲弊していると思われるので過度の期待は禁物です。報告は聞いたけど、基地は敵に包囲されているんだろ？基地の施設が破壊される前にそいつらを何とかおびき寄せて、なるべく守備隊に負担をかけないところで倒した方がいいと思うね。基地の安全を確保したら敵の増援部隊に到着する前になるべく敵の数を減らしておいた方が後々の展開を楽にすると思う。あと基地で補給ができるはずだから戦闘に備えて一服することを忘れるなよ。作戦計画の立案を行います。各部隊高高度効果を行います。効果ポイントを選択してください。作戦計画の立案を行います。各部隊の配置と任務を決定してください。小隊編成を始めてください。
部隊編成を開始してください。作戦計画の立案を行います。各部隊の配置と任務を決定。システムメニューを開きます。セーブします。これより作戦を開始する。準備はいいか？こちらラム40、敵攻撃部隊の排除完了。敵部隊掃討終了しました。降下地点に到着。車両部隊の投下を開始する。作戦ポイントに到着しました。これより作戦エリア内に侵入します。これより降下する。全員降下完了後、直ちに作戦行動に移る。降下ポイントに到着しました。降下します。パッシブセンサーに反応です。守備隊応答せよ。無事か？こちらは防空軍第3連隊所属、マチルダ・メッテリンヒです。こちらは大丈夫です。こちらソイニーエルミです。支援攻撃をお願いします。こちらエレンです。支援攻撃を要請いたします。敵ユニット確認。敵に捕捉されました。支援お願いします。こちらエレンです。支援攻撃を要請いたします。
ユニットを発見しました。敵ユニットを発見しました。こちらマハティ・ラーケーシュ。時は満ちました。こちらエディタです。支援攻撃を要請します。こんにちは。あ、こんにちは。敵に発見された。パッシブセンサーに反応しました。敵ですね。敵さんです。確認しました。敵ユニット発見。残弾ゼロ。やだ、なんで先に見つかるわけ。弾がないですね。相談しなきゃ。残弾数ゼロ。何してるのソイニを発見しました。敵に捕捉されました。残弾数ゼロ。残弾数ゼロ。敵に捕捉されました。敵に捕捉されました。敵を発見しました。
もう最低だわ。こんにちは。こんにちは。あんなところに生意気に敵がいるわ。敵部隊掃討終了しました。
見える見える。パッシブセンサーに反応しました。敵ですね。どこにしまったかしら。やだ、なんで、やだ、なんで先に見つかるわけ？敵に発見された。見つけた。やば、パッシブセンサーに反応。失敗した。
見える。敵ユニットを確認しました。ガンダースゼロ、パッシブセンサーに反応です。パッシブセンサーに反応です。敵ユニットを発見しました。残弾ゼロ。あ、こんにちは。
敵ユニットを発見しました。残弾ゼロ。見える見える。パッシブセンサー見える。何の敵ユニットを発見しました。敵にパッシブセンサーに反応。失敗した。敵ユニットを発見しました。機体が限界です。脱出します。パッシブセンサーに反応です。
敵に捕捉されました。敵に捕捉されました。敵に捕捉されました。やだ、なんで先に見つかるわけ。パッシブセンサーに反応です。敵に捕捉されました。やだ、なんでさ、敵ユニット発見。敵発見。敵に発見された。パッシブセンサーに反応。パッシブセンサーに反応です。あれ？残弾ゼロ。パッシブセンサーに反応しました。敵ですね。パッシブセンサーに反応しました。残弾ゼロ。痛いでしょ。パッシブセンサーに反応です。発見された。やだ、なんで先に見つかるわ。嘘、見つかったの。やばいやばい。敵に捕捉されました。敵に捕捉されました。
弾どこにしまったかしら。こちらマチルダ、支援攻撃お願いします。こちらリーユ、支援攻撃をよろしく。敵ユニットを確認しました。敵ユニットを確認しました。あ、こんにちは。敵ユニットを発見しました。敵ユニットを発見しました。あら、弾切れ？誰か余ってないかしら。こちらエディタです。支援攻撃を要請します。こちらマチルダ、支援攻撃お願いします。発見。敵ユニット発見。
こちらマチルダ、支援攻撃お願いします。シブセンサーに反応。失敗した。あら、弾切れ。誰か持ってないかしら。敵に捕捉されました。敵ユニット発見。敵ユニ…敵に捕捉されました。パッシブセンサーに反応です。敵に発見された。あ、こんにちは。お疲れ様です。作戦終了です。お久しぶりです、少佐。お元気でしたか？体調こそお変わりなく。こうしてお会いできるとは夢にも思いませんでした。感激です。こちらこそ、またお会いできて光栄です。
それにしても戦争が始まったことでこうして再会できるというのも皮肉なものですね。そうですね。でも聞くところによると神聖ドールズを結成したとか。もしよろしかったら私もまた部下の一人に加えてもらえませんか。え、確か今は連隊長を任されていると聞いていましたが。そうですけど、近々大規模な部隊再編成が行われるらしいですし、どの道今回の作戦が終了すれば部隊は解散されますから、それでしたら馴染みのあるところに行きたいですわ。本当ですか？そう言ってもらえるとこちらも非常に助かります。ぜひともお願いします。それではよろしくお願いいたしますね。